女を大鳥、伝王五百義士大王子は、新末の人、戦国時代の西王の一族、外と官が天下を争った時期に、聖の支配者となった。田横は、旗の末期、兄の田坂へ、いとこの田と共に、郷里の敵剣で挙兵した、田が自立して、西王となった。しかしたは、旗の召喚に包囲された義王義とがを救援に出て、敗北して戦死した。 聖の人間はそれを聞くと、元の聖王立ての弟であるたかりを王に立てたので、天久氏はそれに激怒した。天久氏も将官に追われたが、その高利に助けられ、天久氏はたかりを攻撃し、たかりは素愛に逃げた。天栄は他の子であるじこの他を王に立て、自分はその最小となり、他横は将となって、聖を平定した。高利は将官を攻撃しようとして、 伝久氏にも救援を求めたが、伝久氏は蘇がたかりを殺せば兵を出すという条件を出した。蘇はこれに応じずに戦い、公領は将官に敗れて戦死した。そのため、公領の老いである公羽は伝営を恨んだ。公羽が将官を下し、新王を殺して諸公王を立てた際に、西王の他を三河東王に配置返し、 皇羽軍に従軍した西王の一族伝統を西王に立て、さらに皇羽に下っていた西王だての孫の田ヤを西北王に立てた。皇領の剣があった、伝久氏は王に。そこで、伝英は、陳余るに兵を与えて、朝で反乱を起こさせ、同時に伝久氏も、聖で反乱した。伝英派伝統を諏訪に追い払い、田ヤを殺害し、さらに自分に従わなかった。 重視で王も殺害して自分が王となった。皇婦は怒って、生を撃ち、殿栄を破った。殿栄は逃げたが平原県の住民に殺害された。皇婦は、生の城郭を焼き、通過するところをことごとく攻め滅ぼしたので、生の人間は皇婦に背き、太陽子が、生の兵を治めて、数万人に膨れ上がり、皇婦に反撃した。そこで、官王隆法が、 皇吾の本拠法上を落としたので、皇吾は、斎との戦いをやめて反転した。田横は、正の城を取り戻し、田栄の子であるおいの殿広氏を王に立てて自分は、最小となり、政治は大将すべて自分で決めた。その後、菅の将である関心が城を落とし、正を攻めようとしていたので、斎は、アレキサンダーのそばに兵を集めて、阻もうとした。そんな折、菅は、節却。 歴キ,キを派遣して、生徒の同盟を持ちかけてきた。田横はそれを受け入れ、艦に対する守備を止めた。しかし、事故の功績がなくなることを恐れた関心は整え、進行し、生の軍を撃破した。西欧おでんと田横は報復として、歴キイキを逃殺して、高密へ逃げた。孔羽は生を救うため竜活と集団を派遣したが、関心に敗れて、竜活は、 官営の軍勢に打たれ、周乱は、総産によって捕獲された。これを聞いた、西王でに広は、孔密から脱出するも捕らえられた。田横はそれを聞くと、自らが、西王になったが、官将官営に、激破されて、寮の法越のもとへ落ち延び、蔡は官によって平定された。高層五年、孔を滅ぼした、官王流法は諸皇によって皇帝に立てられ、法越は、 両王となった。田横は自分が殺されるのを恐れ、部下500人と共に会場の島へ逃げた。高祖劉邦は田横らが生において影響力を持っているため乱の元になるのを憂慮し、死者を出して罪を許すことを約束し、田横よ、こちらへ来い。お前は王に立てよう。部下は劣行にしよう。しかし、来なければ兵を出して中殺すると告げた。また、 劉邦は兄を殺された恨みのある、歴将に対して、田横に手を出そうとしたら、処刑すると命じ、これも田横に伝えた。断りきれなくなった、田横は、触覚二人と共に劉邦の元へ向かった。劉邦のいる落葉まで三十里ばかりとなった時、田横は、漢王と自分は共に王であったのに、彼に仕えるというのは大変恥ずかしい。またいくら天使の命令があるとはいえ、 に殺した相手の弟と肩を並べるというのは、恥じらずにはいられない。私はそれに耐えられないだろう。そもそも看王が自分を招くのは、私の顔を一度見ておこうということに過ぎない。今自分の首を切っても、ここからなら、ようまで要望がわからなくなるほど腐敗することは、ないだろうから、私の顔を見せるには、十分だろうと言い、自殺した。 太横の触覚は太横の首を劉鵬に報じた。劉鵬は、ああ、不意の身から兄弟三人が王となるというのは、賢者に違いないと言って、彼のために涙を流し、触覚二人を問いに任命してタ横を王の礼で葬った。客二人は彼の墓のそばで自殺した。劉鵬はそれを聞いて驚き、彼の触覚も皆賢者であると思い、島に残る五百人を召し出した。 しかし彼らは太陽子が死んだことを知ると全員自殺した。ありがとうございます。